常磐用ドリルガイドの部品アップデート。部品の変更で精度がさらに向上。より中心へ垂直な穴が開くようになりました。加工精度の検証。精度が向上しています。ご覧ください。このガイドは先端がテーパー状に加工されています。これが新しくなった 2.5 ミリの変換です。かなり正確に中心を捉えています。肝心な垂直性も良好です。完璧です。市販のガイドを使うより、完成度は高いと思います。このガイドが高精度の理由、パイプによってどのくらい差があるか。八幡ネジ、M6 スペーサー、ホームセンターで購入。6ミリのステンレスの棒。内径 6.2 ミリなのでかなり緩いです。Amazon で買ったドリルガイド。付属の M6 変換。これもかなり隙間があります。穴が斜めに開くので使っていません。SK11 ドリルガイドキット。付属の M6 変換。隙間は小さくなりましたが、少し動きます。内径6ミリのステンレスパイプ。動画で使用しているパイプです。
ほとんど隙間がありません。このくらいの違いがあります。パイプの隙間と精度は直結するので、垂直ジグにおいてとても重要です。震災用の 2.5 ミリの変換、この変更で加工精度が向上しました。これが 2.5 ミリの変換。内径 2.5 ミリ、外径6ミリです。少し大きめです。今回の組み合わせでは問題ありませんでした。受け側の精度が高いと入らない恐れもあります。これをテーパー状に研磨しています。内径 2.5 ミリの変換としては最適でした。以前に使用していた変換です。しかし、このパーツは推奨しません。以前はアンカーを加工して流用。この長さでカット。いろんな問題があって変更しました。付属のピンはポンチで使えます。詳しくは他のドリルガイドシリーズと合わせてご覧ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひ高評価、チャンネル登録をお願いいたします。